はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちら民謡ミニっていうレトロゲーム機でございます。よっしゃはい、よっしょーっていうのでですね、実は買ったんですが、ずっと放置して忘れ去られてたレトロゲーム機となります。購入したのがね、ちょっと覚えてなかったんですが、昨年2022年の1月に購入してたみたいなんですね。その後ずっと以前使ってたカバンの奥底にいつか使おうと思って放置してて、最近ちょっと見つけちゃったんですよね。こちらね、もったいないので、ゲーム僕あんまりしないんですが、レトロゲームだったらするかなと思って買ったような気がします。最近ちょっと見てみると、民謡ミニっていうやつのプラスとかが発売されてるみたいですね。まあね、そんなにバンバンゲームするわけでもないので、とりあえずこれ使ってみてね、良さげであれば後継として民謡ミニプラスとかね、手を出してみようかなと思いますが、これを使いきるかどうかさえ不安でございます。まあとりあえず開けてみようかなと思いますね。開けてみます。ずっとカバンに入れてたから、こうボロボロにちょっとなってるんですね。はい、というので内容物こんな感じでした。あ、思ってたよりめちゃくちゃちっちゃいですね。僕の手がでかいから余計にちっちゃく見えますね。ミニっていうだけあるな。これも最近では少し小さめになるんですが、スマホと比べてもスマホの3分の2以下っていうような大きさになるのかなと思います。めちゃくちゃちっちゃい。これいいかも。見た目がね、ゲームボーイっぽいので、これいいかなと思って買ったような記憶はあります。この辺もゲームボーイとよく似てますね。あ、この辺にもボタンがついてる。こんな風に持ってやるんですね。かなりかっこいい。入ってた袋もなんかめっちゃ可愛らしいですね。で、こちらがマイクロ SD カードリーダーですね。そして USB の Type-C のコードがついてます。そして説明書、説明書が英語、裏が中国語。ひでえな、日本語ねえじゃん。おい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 、日本語の説明書は入っておりません。なんちゅうこっちゃ、全然説明書ないですね。もしかしたら非常に簡単なのかもしれないですね。そうか、じゃあ起動できるかどうかちょっと試してみましょう。ライドもピリピリピリ。 USB Type-C のポートが一つあり、こちらがマイクロ SD カードがこちら刺さってる感じですね。お、32GB です。なかなかの容量ですね。そしてこちらがイヤホンジャックがついているという状況ですね。電源どこだ。あ、こちら上側に電源ボタンですね。ここは何。あ、バッテリーが、大きなバッテリーが搭載されてます。こちらにね、書かれているのが 1900mAh、 かなり大きめのバッテリーが乗っかってる感じかなと思いますね。じゃあ早速電源入れてみましょう。電源つくんかな。いくぞ。電源スイッチオン。あ、ついた。いや、めちゃくちゃ見えやすい。これはかっこいいぞ。ゲームの方がアーケード、ファミコン、ゲームボーイ、ゲームボーイアドバンス。これなんだろう、わかんないやつ。これメガドライブかなと思うんですね。これ MS ってなんだ。ネオジオ。これだけしか見られないのかな。うわ、日本語設定ができた。あ、これは嬉しいな。こちら見てるとですね、アーケードの中にもいくらかゲームが入っているようですし、結構たくさん入ってるな。ファミコン、こちらの方にもたくさん入ってますね。イース3とかも入ってる。あ、すごいな。イース2、イース。これすげえ。めっちゃ、もうゲームがたくさん入ってますね。知らなかった。自分でロゴで入れるのかなと思ってましたね。ゲームボーイ、ゲームボーイの方もたくさん入ってます。ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイアドバンスの方にも、USA などのゲームが入ってますが、いっぱい入ってますね。何のゲームがあるかを把握するだけですごく時間がかかりそうですね。
はい、というのでいきなり遊びふけてしまいましたが、これ中に結構たくさんゲームが入ってます。 USA とかの英語版とかがたくさん入ってるイメージもありますが、自分の好きなゲームをねこの中に入れることができるかなと。メニューが8つしかないやと思ってましたが、こちらか右側に行くとさらにたくさんのゲーム機で遊べる感じですね。 MSX にも対応してるというふうに書かれてたので、まあどの程度まで使えるのかいろいろ試してみたいと思います。じゃあちょっと持ってるロムをね入れれるところまでちょっと確認をしてみようかなと思います。はい、というのでロムを入れていこうかなと思うんですが、非常にわかりやすいのがこちらの方にマイクロ SD カード、こちらをつなげてマイクロ SD カード開くと、まあこんな感じになってますね。はい、そこでこのロムっていうフォルダの方を開いて、こちらの方にスーパーファミコンのロム、もう初めからめちゃくちゃ入ってますからね。こちらにちょっと追加の方をしておこうかなと思います。めっちゃ入ってるな、おい。まあ、僕がやりたいものが見つけられるかどうかさえわからないので、僕が持ってるロム、これを一応全部追加しておきましょう。はい、そしてファミコンの方もね2つだけ追加をしておこうかなと思いますね。桃太郎伝説とドラゴンクエスト4、まあ、実はねドラゴンクエスト4ちゃんとクリアしない感じなんですよね。ちょっとやってみたいなと思って、昔買いましたね。それでこちらのロムの方も動かしてみてようと思います。はい、というファミコンの方できちっと読み込んでくれてますね。ドラゴンクエスト4、桃太郎伝説。ドラゴンクエスト4ちょっと起動してみたいと思います。うお、いけた。うわ、ちゃんと起動した。オッケー、これいけるやん。この大きさでこれできるって最高ですね。わ、これ後でやってみよう。桃太郎伝説もできるかな。うわ、完璧だ。いや、完璧。1987年だって。うわ、完璧じゃん。これもやってみよう。うお、なんかめちゃくちゃワクワクしてきたな。そしてスーパーファミコンで入れたんですが、できてるか。700もあるからな。うわ、全部きっちり読み取ってます。げー、桃太郎伝説ハッピー。これはちょっと桃太郎伝説大好きなんでね。いやー、やったー、ちゃんと動いた。うわー、完璧です。これはかなり楽しみだ。いやいや、これちょっと没頭してしまいましたが、この大きさ最高ですね。やべえ、隙間時間にゲームするっていうのでね、これちょっとやっていければいいかもしれないですね。はい、てので、ちょっと設定もめちゃくちゃ簡単でしたし、スーパーファミコン、ファミコンあたりは全く問題なく動きますね。プレイステーション1までできるっていうことなので、プレイステーションのね、ゲーム持ってないんですけども、鉄拳3とかもね、初めから入ってましたからね。レトロゲーム機がやたら出てるっていうのがなんとなくわかりましたね。非常に使い心地もいいです。大きさ、しかも画面もめちゃくちゃ綺麗なので、まあ、今後いろんなシーンで僕これちょっと使って遊んでいきたいなというふうに思います。1年以上経ってるけどこれ全然使えるな。ちょっとしばらく遊んでいきたいと思います。ということで今日はどうもありがとうございました。